んと一緒に実は行っておりました。初めて富士サファリパーク行ったべこなんだけど、思った以上にちっちゃかった。なんかもっとでっかいのかと思った。食べたかき氷見たい？これうまそうでしょ。なんかね、ローズストロベリーかき氷みたいなやつ、おシャンティなもの組んだよ。暑い日でちょうどいいねって感じで話したんだけど、あまりにも体が冷えた。この富士サファリパークのさ、写真さ、ちょっと見たい？ほら、キリンさん、ライオンさん、アズちゃんのアテンドしてもろって。いや、サファリ面白かったよ。なんかね、行ったことない人に説明すると、ゾウゾーンとか、ライオンゾーンとか、草食ゾーンとかで、なんかゲート分かれてんのね。で、それを車でプーンって行くんだけど、なんかみんな暑さのせいか、寝てたほぼ。もう暑いよ。また人来たよ。もうこんな感じずっと、日陰で、っていうのがね、ほとんどだったわ。もう慣れてたね、完全に。だるそうだった、動物もさすがに。暑そうで。あ、そう、水で遊